はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B の解差数列丸三をお送りします。で、解差数列これで最後です。次回からまたタイトル変わるんですけど、超シンプルに1問だけやっていきます。なので、できそうな子はね、ぜひこの問題やってみてください。で、確認してもらって、いや、ちょっと厳しいなと思う方は、今からね、解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？それでは、早速ね、この問題取り掛かっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。ちょっと最初、焦点ずれてたらごめんね。途中でちゃんと合わせますんで。で、まあ、数列が書いてある。一般項求めようと。で、基本的には、等差等比になってるかを確認するんですけど、まあ、なってないんだよね。ほにゃららずつ足すことにもなってないし、かけるもなってないんだよね。ってことは、解差かなってことで、解差で勝負をしていきます。で、いつも、前回とね、同じように、まあ、まずこれ AN と置いて、AN イコール、1,2,4,9,19,36…とすると、これので、今回なんで1問だけかっていうと、これ板書めちゃくちゃかかるんですよ。だからちょっと1問だけにしちゃってんですけど、で、絶対に途中式書かされるから、この問題は BN、 これは引いたものね、隣のね。だから2から1引いて、1、4-2で2ってやっていくと、5、10の17かとなるって書きたいんですけど、なりにしておきます。なぜかっていうと、これ何にもなってないの。これ普通はここでね、等差とか等比になるんですよ。ほにゃらずつ足すみたいな。でもなってないん、これ。ってことはまだこれで勝負ができないのね。じゃあどうするって、もう一回解差数列出すんです、これ。だからとなりで、次にBN の解差数列。今、これは AN の解差数列が BN なんです。だから、BN の解差、ちょっとピーピーになっちゃったね。数列、CN を求めると。で、そうすると、あれ同じように引いていくので、1-2で1、で、次が3、5、7、点点点。となるんです。で、そうするとやっとここで1,3,5,7、これ2ずつ増えてるんだよね。だから等差数列になったっていう。で、こっから切り崩していきます。で、どう崩すかっていうと、もともと前回みたいに BN だけで勝負できるときは BN の一般項を出します。で、公式使って AN を出したでしょ。で、今回はそれを2回やるんです。 CN をまず一般項を求めて、そっから BN を出します。で、BN が出たから、こっから AN を出しますっていう。2回使うっていうね。だから、板書めっちゃかかるよっていうタイプなんですけど。で、やっていくと、まず CN。これは初項1、交差2だね。なので、CN イコール、もちろんちゃんと書いてもいいんだけど、初項1プラス、これ公式ね。N マイナス1かける、交差が2だから、これ一般項ね、CN。より、で、解差数列の時は絶対に N が2以上、これ書かなきゃいけないからの時、今 CN を使って出せるのは BN ね。いきなり AN に飛ぶことはできないので、 BN イコール、で、ここいつも A1 なんだけど、 BN を求めるための公式だから B1 がきます。ここ B1、 つまり BN の最初ね。あ、これ全部最初1になってんだけどさ、B1 の1プラスシグマ K が1から、これ公式だから N-1 までね、それの CK が入ります。 N を K に変えたやつだから 2K-1 とこうなる。で、これを解くんだけど、ちょっとその前に焦点合わせちゃうかな。ちょっとごめんね。で、まずこれを解いて、よいしょ、いきます。で、まあ、これあと公式だから、おっと、蓋飛んでしまった。1プラスで、ここ2が前に出てきてシグマ K なんで、1/2 N カッコ N プラス1にしたいんですけど、上が N マイナス1になってるから、
n-1 になります。ここ詳しいのは前回とか前々回の動画見てみてください。で、後ろはマイナス、普段は k、まあ、n になるんですけど n-1 なんで1の部分も n-1 に変わります。で、これまとめると、これ約分できるね。n 配ったりすれば n の2乗で、マイナス n マイナスがマイナス 2n か。で、プラス1になるからプラス2となります。で、いつも通り必ず n イコール1の時を確かめると、そうすると n にこれ1入れると1引く2足す2なんで1になる。で、 b1 もちゃんと1になってるから n イコール1の時も満たしてる。つまり n イコール1の時を満たすので、正式に bn は一般項 n2-2n+2 で OK です。入ってるよね、 OK ですよと、こうなります。で、やっと BN が切り崩れて、これね、もしこれ書けっていう先生がいるかもしれないですけど、自分は別にどっちでもいいかなと思ってる人なんだけどね。これをちゃんとこれ書いてるから、 1の時満たすってね。で、 BN が終わりました。だから次に BN の一般項が出てきたので AN を切り崩しに行きます。解差数列だからね。で、解差数列なんで、もう一回 N が2以上の時から始めるの、ちゃんと。で、時に AN イコール A1 だね。だからまた1なんだけど、プラスシグマ K イコール1から N-1 で、ここには BK が入るんで、BN の N を K に変えたやつ、つまり K の2乗マイナス 2K+2 が来ます。で、1+、こっからめんどくさいですよね。これシグマ K2 乗です。で、 K2 乗はもともと、これちょっと色変えようかな、6分の1 N+1 2N+1 が公式です。シグマ K2 乗ね。でも、その N のところが今 N-1 に変わるんです、全部。つまりここが N-1 になる。で、ここに入れると N-1+1 だから N が残るんです。で、最後はここ2の後ろの N のところに N-1 を入れるから、こうなって展開すると 2N-1 になります。で、そう変わる。つまり今そのまま来るから、6分の1で N ちょっと前出しちゃおうか。N-1 2N-1 です。まあこれ元々の公式のね、プラス1とプラス1をマイナス1に変えたものなんで、まあそう覚えちゃっても構わないんだけどね。よく使うんで、これ。で、次後ろがマイナス2かけるシグマ K だから、さっきと同じ。これが来る。で、まだ入る。ギリあるかな。で、プラス2なんでプラス 2N にしたいんだけど、 N のとこが N-1 になるよって。 OK、 さあ頑張るよ、こっから。で、これはですね、ここは分数消えるんですけど、結局6分の1が消えないので6分の1だけ出します。で、 N も出せんじゃんって気もするんですけど、ここに1がいるんで、これ N 出せないんですよ。だからもう今回6分の1しかくくり出せない、こうやって。さあ頑張るよ。まずこいつ1から6分の1を取ると、まあ6をかける6分の1を取り出したんで、逆数の1分の6を全部にかければ OK です。まあいつもと同じだね。だから1は6に変わります。で、ここの部分、ここね、6分の1を取ったら n-1 2n-1 が残ります。これも展開するしかない。で、まあ、これはまず後ろの括弧を展開して、青でいこうか。すると 2n2 乗で、-3n+1 です。この括弧のとこね。で、それに n を配るっていうふうに考えればいいから、 2n3 乗 -3n2 乗+n になります。これがここで、この部分にはまた1分の6をかけるって考えればいいから、数字としては6をかけるので、ちょっと待って、青を出しときゃよかった。
わ6をかけるから、まあここね全部数字の部分計算すると6が残ります。まあ2と2で約分してね6かけるからさ。で後ろ 6n、 お前マイナス 6n をこれに配るって考えればいいので、マイナス 6n 2乗をプラス 6n です。でラストが6をかけるからこいつが12に変わる。でプラス12をこの2つに配るって考えればいいので、プラス 12n マイナス12、中括弧の必要なかったね、全部俺がやっちゃったから。こうかほいほいっていう感じだよね。で括弧の中身計算していきます。6分の1、括弧3乗1個しかなかったよね。 2n3 乗をここマイナス 9n2 乗を n が 7n プラス 19n で残ったのがマイナス6か。これでいけてっかな。これが an だと。でここまでやるとね、やりきった感がすげえ出てくるんですけど、必ず n イコール1の時を確かめる。最後改札数列やってる限りはね。で確かめると1入れると2マイナス9 19マイナス6です。ってことはマイナス7 12 6 6分の1かける6だから1になる。ちゃんと a11 でなってるから OK。 つまりこれは n イコール1の時を満たすと。これで終了という感じになります。でこれ改札数列2回使うじゃないですか。で最初の BL のことを第1改札数列で、2回目の第2改札数列ってこともあるんですけど、まあおまけ程度で、まあ、覚えててくれてもいいかなと思います。でまあ今まで の受講ね、受講師で教えてた時の実感だと、その学校のレベル、まあ、先生の問題のレベルにもよるんですけど、改札数列を2回使って解きなさいって書いてくれる先生もいました、定期テストで。だからねこうやって2回使えよって言ってくれる人もいるんですけど、まあそうじゃない時も多いと思うので、改札数列をやろうと思ってやりました、でもまだダメじゃんって思ったらもう1回やってごらん。そしたら大体出てくるから、ここかって、じゃあ2回やっていくかみたいな感じで、ちょっと長くかかりますけど切り崩していけば必ず最後こうやって答えにたどり着けますので、ぜひねこんな感じでやってみてください。では今回は高校数学数 B の改札数列丸三をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で次回がですね、数列の和と一般項っていうタイトルでやっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。